ムラセン山は、イベリア半島南東部のベティコ、サンケイシエラネバダ山脈にある山。スペインアンダルシア州グラナダ県に属している。標高は3478.6メートル。スペイン本土及び、イベリア半島の最高峰である。15世紀に、ナスル朝グラナダ王国の君主だったアブルハサンアリーに、ちなんでおり、アブルハサンアリーは、 ムラセン山の頂上に埋葬されたとする伝説がある。日本語ではムーラセン山と表記されることもある。グラナダの南東4 0トルにある。最高峰が5 6 4 2ルであるコーカサス地方のカフカス山脈の山々。最高峰が4 8 1 0ルであるイタリアやスイスなどにまたがるアルプス山脈の山々を除けばヨーロッパ大陸で 最も標高が高い山である。プロミネンスは3285メートルであり、西ヨーロッパでは、モンブラン、エトナ山に次いで3番目にプロミネンスが高い山であり、世界全体では64番目にプロミネンスが高い山である。この山は特に険しい山ではない。西側尾根や南側斜面は緩やかで、登山技術的にも難しくはない。北東側の尾根は短いが急で、 技術的にもやや難しい。しかし、北面はとても急であり、冬は雪と氷の投範が必要である。村瀬さんはカピレーラ、またはトレベレスからその日のうちに登ることができるが、ポケーラサンゴや、またはロエーで一泊するのが一般的である。山頂に設置されたイギリス人と残花の記念学2006年3月5日、イギリスのティーズサイドからやってきた。 イギリス人登山者3人が遭難、死去し、死因は低体温症が疑われている。当初、グアルディアシビルは3人が局地に対する十分な装備を持っていなかったと発表したが、犠牲者の家族、ある犠牲者の登山仲間、救助隊員の1人がこの発表に異議を唱えた。彼らの死去を痛み、村瀬さんの頂上には記念額が設置された。ありがとうございます。